ということで来ました来ました来た月化粧ファクトリー見てくださいこちら、いやー腰低いありがとうございますミルクマン10月化粧ミルクマン10月化粧はいありがとうございます早速ね、写真撮るアニアンのこのねカットしたてほやほやの後ろの髪の毛パシ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 おいルイージの下アピールかって突っ込んでこいよおいおいルイージの下アピールか Quand t'es venu dans la rue 来ました私ら月化粧ファクトリー意気込みをアニアン語っていただけますかこの中に入るにあたって多分工場なんでかなりの数生産してると思うんですけど、はい、全部行きましょう食べたことありますかありますどんぐらい一箱買って半分以上一人で食った行こうひよこまんじゅうのね上位互換やからこれでは中に入って受付行ってきます行ってきゅうミルクまんじゅう月化粧ただいまのお時間月化粧ミルクのご試食になります食べれるそうそうワオワオワオ見てますよお風呂に咲いてますよあ師匠ミルクまんじゅう月化粧すごいいいじゃないですかうん、いて、いてるな時計すごい切り替え早いあ、これね、ほんまや何でも商品化するこの大阪魂ミルクまんじゅう月化粧中央が来たあ、中の方でご主人の方に切り替えてるんですあ、主食に入るはい、こんにちははいキロー団体客来たくないの西洋で頑張った修学旅行にまかないぞ工場見学の前にクイズ形式を織り交ぜた8分間の貴重映像を視聴しました月化粧はどのようにして作られているのかどのような工夫が施されているのかフル動画を見たい方はぜひ月化粧ファクトリーへ足を運んでみてねでは続きをどうぞミルクまんじゅう月化粧ありがとうございます、はい、右手の方に映像での場合までございます、はい、すごいはい、いってらっしゃいませはい、ありがとうございますすごい名前覚えた月郎くんとミルモちゃんおお、すごい短いね、8分間の動画やったんですけど、まあ、兄は感動して最後写真撮ってました映像のクオリティも高かったのそうやけどここにね、兄はの写真載ってると思います分かりやすいねえそれで食えてくれましたあれよかったねあの、月化粧食べた時のね、リアクションも兄は誰も知らせてましたよかった、あれよかったですよねということで、今から工場見学、こんな感じですよ順番あこれこっからもう中身見れちゃうのうわっ本当だあもう包み込むんやちょこれ登らないこれ登らないこれうわーすごーい電車がいっぱいすごいこれいやすごいなほんまにこれあでもなんかさこの何個かおらんとこおるやんうんこれ何枚や次わかんじゃんその例えば梱包しやすいように計測されてるんちゃうかな。だってリズムよく折れへんやん。すごいすごい。焼きながら進んでいってる。これアニアの何分かかるんか学びましたね。はい、これ実は焼き上がるのに時間など11分30秒かかります。すごい。皆様のお口に届くまではもっと時間かかるんですけど、美味しい月化粧できるまで11分30秒。さらには、全国1年で年間何個売れてるって書いてました。言ってました。1万4000個。1万7000個。1万7000個。2秒間に1個が売れてる。1個食べられてる計算でございます。すごいですよね。すごいです。すごいです。
Quand t'es venu dans la rue inconnue. 今の顔すごいですよ。じゃあこっからあれや、冷却や。これが冷却期間ですよ。お前ラインが2個、これでな、な、なんぼなるんかちょっと忘れたけど、3600個、7200個、1時間で7200個、1時間、1日だ、1日せっしゃっしゃ、あ、ちんちんやからね。いや、ほんまに皆さんご存知でしょうか、奈良の大仏、あそこについてるこれ、はい、これです。ラホツですかこれ、はい、ラホツですか、同じ商品でございます。ラホツって言えた、イエスです。あ、いや、金属ランチキちゃんあれ、ほら、あ、習いました、アニアンね、これあれでマジで見てんねや。中に金属とか異物が混入されてないかどうか、そしてこのタイミングで規格外の重さがないかどうかを確かめてるみたいです。もうね、あのクリエイ、動画クリエイターにうってつきよね、この事前授業があるから喋れるね、喋れる喋れる。って分かった、あの1個減ってるっていうあたりやんか、はい、あれは多分一番最初の押し出しの部分でのなんか仕様なんちゃうかな、別になんか見た感じ対して、うん、違うわ、ね、いや分かりました、理由が分かりました。5個6個5個6個5個6個って多分あれ梱包するときに変えてくんじゃん。マジ、そのために5個6個5個6個でいってんじゃん。これ5個きたね、うん、次6個くるよ、見てて、ほら6個。Quand t'es venu dans la rue inconnue. 声は一個分かったけど。うん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 。Turn up。これが金額にして中学生とかより多分テンション上がってるね。事前授業がやっぱ面白かった。いや、よかった。そして来ました。なんとまあ出来たてほやほや月化粧が。ありがとうございます。あ、これがなかったら食べられへんから。今これあってユニバのチケットより後悔、俺からしたらこれ。電子レンジ10秒とチンして中のミルクを温めます。オーブントースター、この焼きたて、なるほどね、うん、でも今俺たちがゲットしたのは本当の焼きたて。まずこの温度差をちょっとリポートしてあげてよ、マジで。ね、うん、赤ちゃんのほっぺ、普段はこれは熱くないですからね。しかも焼きたてやとサクサクらしいやん。うまいやん、ちょっとわかるかな、ちょっとでは咲いてみてくれる、わかる、このパリパリ感。ロンウィーズリー車を乗せ、アンチエイジングできたんちゃうめっちゃ、ほんま泣くって意味わかる。温めたてのカイロぐらいの温かさですね。Quand t'es venu dans la rue inconnue。 あ、これしかも、あらあら、こういうとこ僕見逃しません。タンパク質 2.3、 これはあのトレーニーからしたらちょっとやばない、インサートやばいで、ほんまに。Quand t'es venu dans la rue inconnue。 いただきます。一口で言った。めっちゃうまない。ほんまにうまない。ミルクマン10、次でしょ。甘いわ、うまい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 。Quand t'es venu dans la rue inconnue。しっかり買ってるやないか。買っちゃいました。しかもまだまだなんかこのアミューズメントがありそうなんで、ちょっと一個一個たしなんでいきましょうか。今はこの加須神社に来まして、御朱印を押せるということなのでね、アニアに押していただきましょう。はい、上手。はい、上手。はい、上手。で、2番目顔感じ。あ、ちゃんとできました。あら、いいやん。加須、加須、加須神社ね。お菓子の神様、加須神社。いいですね。見に来てもらった方がいいと思う。こんな感じでぐるっとだけ説明していきましょうか。あ、来ました。
サブロー兄やんとのつながったきっかけはゴルフの出会いみたいなの書いてましたね、さっき。マジで？はい、ゴルフで知り合って観光大使になってやーっていうので今サブロー兄やんがあんなにプロモーションしてると。なるほど。あ、奥様腰低い、はい、綺麗なね、おべべ、おべしものおべべってね、キラ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 。すいません、月化粧一つください。はい、分かりました。月化粧ですね、こちらご用意しておきました。最後お礼しましょうか。月郎くんとみもる、みありがとうございます。では出ましょう。はい、ということで一応ね一通り見学が終わったということなんですけど、感想をねまず言います。みんな来て、いやマジ月化粧バカうまいから。こんな美味しいものを作ってくれた、まあ、青木社長、はいね、ありがとうございます。ミルクまんじゅう、はい、ミルク、はい、で、あれを作文最後締めます。あら、ミルクで、ミルクでいきます。じゃあミルクってことですね、はい、あ、いいですね。ではアニヤが最後、月化粧のミルクまんじゅうに関するミルクで、はい、あゆゆ作文、はい、いきます。いただきます。みんな仲良し、ミルクのルルンルン気分で、ミルクのクーくっそうまい。みんな来てや。1個だけね、ミルクまんじゅうこの工場の月化粧ファクトリーで、まあ、面白いところ1個だけあるんですよ。気づいた点が、はい、気づいた点が、ちょっとこっち来てもらえますか。隠れミッキーいてます。いっぱいおるな、隠れてない。もうがっつりミッキー、ミッキーたくさんいてますね。、はい。